青き鋼のアルペジオはアークパフォーマンスによる日本の漫画作品。単にアルペジオと略されることもある。ヤングキングアワーズにおいて2009年11月号から連載中。単行本第1巻のキャッチコピーは少女たちが世界を滅ぼす。近未来の日本とその近海を主な舞台として潜水艦が活躍する青年向け SF 海洋戦記漫画である。話数はデプスとカウントされる。2013年5月29日にアニメ化が発表。同年10月から12月まで放送され、テレビアニメの再編成版を前編、完全新作を後編とする映画版が2015年の春、秋に上映された。2017年7月時点で累計発行部数は200万部を突破している。本校ではソルティロードをはじめとするスピンオフ作品群も合わせて解説する。西暦2039年、温暖化の影響により、地上での半島を大きく失った人類の前に、突如として世界各地へ霧と共に、第二次世界大戦時の軍艦を模した、正体不明の大艦隊が出現。現代の科学力をはるかに超える、超兵器と独自の意志を持ち上意なくして動く、霧の艦隊と名付けられたその勢力により、人類はほぼ海上から駆逐された。シーレーンも海を隔てた長距離通信も断たれ、人類は各地に孤立する。事態の打開策も見出せぬまま、経済活動や政治、軍事の混迷により、人類同士での内乱も生じ、衰退への道を転がり落ちていった。霧の艦隊の出現から17年後の西暦2056年、元士官候補生の千早群像とその仲間たちは、潜水艦401に乗り込み、人類にも、霧の艦隊にも組みせず独自の航路をとっていた。彼らの存在は、双方の勢力から危険視される。きっかけは、海軍提督だった群像の父親、千早正蔵が戦死を遂げたことであった。士官学校の生徒として潜入中だった、401のメンタルモデルであるイオナは、亡き提督の遺言に従ってその息子たる群像と接触する。群像に触れた401は彼に指揮を委ねることを決意し、イオナを通じてその旨を伝える。見えない未来と打開できない現状に閉塞感を抱いていた群像は、イオナの提案に従い、401に乗艦した同級生たちと共に横須賀を離れる。やがて401の独自行動は、霧の艦隊の東洋方面巡航艦隊の軍団長金剛に危険視され、戦艦ヒューガが死角として差し向けられるが、401はヒューガを撃沈する。さらに事態が緩和できなくなったことにより、従順洋艦高尾が401の撃沈に乗り出すが、撃沈したヒューガのパーツを組み込んだ401に敗北する。撃沈されたヒューガは、メンタルモデルを構築して、群像たちに協力していたのである。さらに高尾も、また群像に心惹かれ、霧の艦隊を離れる。人間が霧の艦隊を圧倒する理由こそは、霧の艦隊が持ち得ない指揮官や戦術という概念だったが、彼女たちが群像を見込んで霧を離反した理由は、そんな単純なものばかりではなかった。様々な出来事により、東洋方面巡航艦隊の艦たちは、群像の協力者となっていき、やがて青き鋼と呼ばれる艦隊に集結する。人類の切り札となる、新兵器新道魚雷のアメリカ合衆国への移送依頼を受けた群像。これを阻止しようとする金剛との死闘が始まる。担当声優はドラマ CD 版、テレビアニメ版の順。一人しか記載されていない場合は特記ない限り、テレビアニメ版の声優を示す。千早群像を率いる、元、霧の艦である、401を旗艦とした艦隊。艦艇色は、青系統と灰色。現在、イオナ、ヒューガ、高尾の3艦が所属。401以外は一度船体を失って、霧側に回収されているため、霧の艦艇としては、401のみが単独で存在する状態だが、代わりに、人類側の新世代の潜水艦である白鯨と、共同で行動するようになっている。なお、401のクルーは、生を除き、横須賀の海洋技術総合学院の同級生である。海面上昇に加え、霧の艦隊による海上封鎖によって資源が不足しており、同盟国からのスストによる援助で成り立っている。そのため、振動弾頭を開発できても量産する工業力がない。安全保障のため、東京、札幌、長崎の3都市にそれぞれ政府と出都機能が存在する。政府関係者統制軍関係者、第二次世界大戦時の艦艇を模した形状を持つ、正体不明の艦船群。英語表記は、ホグフリート。各艦船には、AI とおぼしき意思を持つユニオンコアが搭載されており、操船者を持たずに自身で判断し、それぞれの機関の指揮下で行動している。艦艇色は、赤みがかった灰色、または黒。各艦には固有のマークである。サトシの紋章があり、メンタルモデルが艦を制御する場合などには、船体やメンタルモデルの額に赤い発光として出現する。早期艦艦隊その名の通り、現在の早期艦ヤマトを中心とする艦隊。イ401ももともとはこの艦隊の所属艦であった。イオナによると早期艦であるヤマトと直轄であるイ400、イ402以外はすべてヤマトを名追えする駆逐艦群で、占められているとのこと。東洋方面巡航艦隊、霧の艦隊が日本近海に配備している部隊の総称。もともとは3隊の構成だったが、日向の撃破により再編され、金剛と長門が旗艦として2隊をそれぞれを率いる体制になっている。派遣艦隊もともとは、金剛の指示により、401撃破のために派遣されて、横須賀港を襲撃した部隊。榛名霧島が撃破されたため当初の目的は失敗に終わったが、霧島の提案により現在は、刑部蒔への確保、アドミラリティ航路の探索を新たな目的として、独立的に行動する別動隊となっている。襲撃時には、軽巡以下の各種艦艇も配備されていたが、別動後は撤収されており、マヤが榛名霧島を乗艦させて、単艦で行動する体制を取る。現在の旗艦は榛名。東洋艦隊東南アジア近海の封鎖を任務とする艦隊。北米方面艦隊東洋方面巡航艦隊とは違う管轄の艦隊。朝鮮艦を有する早期艦艦隊と緋色の艦隊が一区事項としているはずのミラーリングシステムのことを周知している。アメリカ太平洋方面艦隊アニメ版に登場。第11話において、ハワイを経由してアメリカのサンディエゴへ向かおうとする401の前に立ちはだかった。401艦内の画面表示に映る限りでは54隻で、その後シーンが上空から俯瞰する視点になると、艦隊は全70隻で構成されていることがわかる。静かによれば模している艦種識別は、インディアナ91、アイオワ91、バージニア92、デラウェア91、レキシントン92とのこと。異形の金剛が放つ超重力砲の一撃で全て一掃された。劇場版 DC においてはフレッチャー級駆逐艦 DD-680 メルヴィンが振動弾頭のテストで霧に対する抑止力を見せつける目的で撃沈された。その他の霧群像の父、千早正蔵を主海とする。朝鮮艦武蔵を中心とする霧の艦艇で構成された霧の欧州方面艦隊。本来はビスマルク率いる欧州方面艦隊とは別の艦隊であったが、合流してその勢力の一員となっている。英語表記はザ・スカーレット・フリート。霧の東洋方面艦隊や東洋艦隊とは独立した意思のもとに行動しているらしく、緋色の艦隊として、イギリス政府と独自に安全保障条約を締結する。最初の目的は欧州統一である。プリンス・オブ・ウェールズのことによると、緋色の艦隊とは本来はアドミラリティ航路、直江艦隊のこと。本作は本編から離れ、霧の従巡洋艦、高尾が青木高尾として横須賀に潜入中の姿を描いたトリビュートコミックとなっている。メンタルモデル全員が、与太郎タイプになっている。漫画版によると、マヤを除いて、中身は綿であるらしい。いずれも、月刊、ヤングキングアワーズ GH に掲載。2013年5月30日にアニメ化が発表され、青木鋼のアルペジオ-アルスノヴァ-のタイトルで同年10月から12月まで放送された。サブタイトルのアルスノヴァは音楽の新技法に由来する。全12話。登場人物を含め作中の動く物体はほぼフル 3DCG で制作されている。3DCG アニメとして作ることは監督の岸誠二が提案したという。ストーリーにおいては10巻を超えてなお連載中の長編を1クール分のショートシリーズで一区切りをつける都合もあってキャラクターの約半分が削減されたほか設定が一部変更されたことに伴い榛名霧島線や刑部艇襲撃後から硫黄島到着以降の展開はアニメオリジナルとなっている。ナレーションは中田譲二が担当している。読みは桐熊図。2014年4月から同年6月まで東京 MX とサンテレビにて行われた再放送分で本編に続いて放送された CM 枠の1分アニメ。放送後は YouTube にて配信された。なお、公式サイトからの視聴も可能。メンタルモデルが全員熊のぬいぐるみ、与太郎の姿になってしまった世界のコメディ作品である。漫画版も連載されている。青木ラジオのアルペジオのタイトルで、2013年8月29日から2014年1月16日まで、音泉にて毎週木曜配信。パーソナリティは、伊尾名役、淵上舞、高尾役、沼倉まなみ、榛名役、三尊教、全14回。2014年9月から、青木ラジオのアルペジオ改めと題して新たに配信を開始。パーソナリティや配信サイトに変更はない。9月18日にプレ配信され、10月16日から各週木曜、12月11日から毎週木曜に配信、2016年3月31日に番組終了、全50回。2015年11月7日、ガールズ&パンツァーとのコラボ番組、青木ラジオのアルペジオ改め、アルパン。伊尾名が西住保都会で出会ったが配信された。パーソナリティは、淵上舞、沼倉まなみ、中上郁美。ラジオ CD、DJCD、ヤングキングアワーズ2014年2月号に、ドラマ CD、メンタルモデルも、電気羊の夢を見るのではないか。が、付録となっている。2014年6月28日22時30分23時に、東京 MX とサンテレビにて特別編トライデント密着ドキュメント公開の先に見えたものが上述の桐熊 S13 と合わせて放映され、翌6月29日1時30分にはニコニコ生放送でも配信された。このエンディングにおいて劇場アニメの制作が発表された。2015年に全2作で公開され、少年画報社創立70周年記念作品として制作された。DC とカデンツァの2本で一つの TV シリーズの続編という位置づけとなる。第1作、劇場版青木鋼のアルペジオ-アルスノヴァ、DC は同年1月31日に公開。テレビシリーズの最高成分に新規映像として、東洋方面巡航艦隊の生徒海古と比叡、率いる部隊との戦いを追加したディレクターズカット版である。キャッチコピーは出航せよ。この閉塞した世界に風穴を開けるために。同年9月23日には東京 MX1 でテレビ初放送された。興行収入は1億6,000万円。第2作、劇場版青木鋼のアルペジオ-アルスノヴァ、カデンツァは完全新作として同年10月3日に公開。TV シリーズから劇場版 DC へと続いたアニメオリジナルのストーリーは本作で一応の完結を見る。キャッチコピーは霧の風紀は地球の風紀。これは人類への幸福勧告である。興行収入は2億1,800万円。劇場版カデンツァで監督の岸は目指したいものとしてこれは家族になる物語を掲げて愛でアメモに書き、構成の上井周に送ったという。その段階で作品のクライマックスであるアドミラリティコードから信託を受ける瞬間に消えてしまうというヤマトの設定とイオナがデュアルコアであるという設定を合わせることも決まっていた。ライブ、劇場版青き鋼のアルペジオ-アルスノバ、カデンツァとガールズ&パンツァー劇場版の公開が前後し、両作品に渕上前が出演していることからコラボレーションが実現した。2019年5月15日に配信開始されたシミュレーションゲーム。2020年1月31日サービス終了。青き鋼のアルペジオ-アルスノバ-に関するカテゴリー、劇場版青き鋼のアルペジオ-アルスノバ-に関するカテゴリー。ありがとうございます。